コンクラーは KDE デスクトップ環境の中核として設計されたファイルビューアとしての機能を提供するウェブブラウザ及びファイルマネージャである。もともとはボランティアによって開発されたもので Linux、f r e e b u s d などのユニックス系オペレーティングシステムのほか、Windows や MacOS 上でも動作する。コンクラーは k d v i c e パッケージ内の他のコンポーネントと同様に GNU ゼネラルパブリックライセンスの下で配布されている。コンクラーはナビゲーションパネルとともに縦横に動作し、表示するパネルは再配置したり追加したりできる。例えば、ユーザーはブラウザウィンドウの左側にブックマークパネルを配置し、ブックマークをクリックすることで、それぞれのウェブページを右のより大きなパネル内に表示させることができる。また、 ユーザーは一つのパネル内にフォルダの階層リストを表示させ、選択されたフォルダの中身をもう一つのパネル内に表示させることもできる。パネルはかなり柔軟性があり、コンソールウィンドウを含めることさえできる。パネルの設定は保存でき、いくつかの標準設定がある。ナビゲーション機能はすべての操作中で利用できる。ほとんどのキーボードショートカットはグラフィカルな設定を使って、 再配置でき、ナビゲーションは、コントロールキーを押すことでアクティブなファイル上のノードに、文字を割り当てることを通して、行うことができる。アドレスバーは、ローカルディレクトリ過去の URL や、過去の検索項目に対する豊富な自動保管を、サポートしている。このアプリケーションは、タブドドキュメントインターフェースを使っており、ウィンドウはタブで複数のドキュメントを含めることができる。 マルティプルドキュメントインターフェースはサポートされていないが同時に複数のドキュメントを見るのにウィンドウを再帰的に分割したり単にもう一つのウィンドウを開いたりできるコンクラーの名細書コンクラーは独立したウェブブラウザプロジェクトとして開発されてきたレンダリングエンジンとして通常 KHTML を利用しており KHTML は HTML に準拠し JavaScript Java プレット、カスケーディングスタイルシーツ、s s l や他の関連するオープン標準をサポートする。コンクラ l はいくつかのカスタマイズ可能な検索サービスを統合しており、サービスの略語に続けて検索語を入力することでサービスにアクセスできる。ユーザーは独自の検索サービスを追加することもできる。例えば、日本語版、Wikipedia の記事を取得するには、 http://ja.wikipedia.org スラッシュ wiki ス,ス,<ッ>ス,スラッシュスペシャルサーチ、search,search="and", g o ーという URL を使い、文字コードセットを UTF-8 にして WP というウェブショートカットを追加する。コンクラーのレンダリングスピードは競合ブラウザと同程度であるが、他のブラウザに比べて不正な形式の HTML で、 書かれたサイトをあまり寛大にレンダリングしない。コンクラーの動作するオペレーティングシステムのもとで動作しないウェブサイト上のプラグインの使用も問題の原因になりうる。クイックタイム動画やショックウェーブアニメーションはそのような問題をもたらす。しかし、SW 回、PDF、Java プレットやその他プラグインはそれぞれのソフトウェアがインストールされていればサポートされる。 コンクラーのファイルマネージャーの外形アドレスバー内に場所を入れるか、ファイルブラウザウィンドウ内の項目を選択することにより、コンクラーでローカルやリモートのディレクトリ階層をブラウズすることができる。異なるビューでブラウズすることができ、ビュー間ではアイコンやレイアウトの使用法が異なる。ファイルを実行したり、表示したり、コピーしたり、移動したり、リンクしたり、削除することもできる。 ユーザーは組み込まれたカンソルを開くこともでき、その中でシェルコマンドを直接実行できる。この機能はコンクラーから削除されていないが、KDE4 のコンクラーは標準のファイルマネージャーとしてのドルフィンによって置き換えられた。クターツオブジェクトモデルを使って、コンクラーは特定のファイルフォーマットを表示できるコンポーネントを実行し、それぞれのファイルが開かれているコンクラーのパネルに 直接、クライアント領域を組み込む。これにより、例えば、PDF ドキュメントやオパンドキュアメントをコンクラー内で直接見ることができるようになる。クパーツモデルを正しく実装している、どのアプリケーションもこのような方法で組み込むことができる。クパーツは、HTML ページにある種のマルチメディアコンテンツを組み込むのにも使われる。例えば、クンプレイヤーのクパートによって、 ウェブページ上に組み込まれたビデオをコンクラーが表示できるようになる。オーディオ CD の内容を表示しているコンクラーファイルや web サイトをブラウズするのに加え、コンクラーは機能を拡張するのに他のブラウザやファイルマネージャーよりはるかに優れた KIO プラグインを利用している。http や ftp のような異なるプロトコルにアクセスするのに KIO というコンクラー ープラグインシステムのコンポーネントを使っている。同様に、ZIP ファイルなどのアーカイブファイル、SMB 共有にアクセスしたり、エドにキロリンクを処理したり、オーディオ CD をブラウズしたり、ドラッグドロップを通してリッピングしたりするのに、コンクラーは、イアスレイブスと呼ばれる機をプラグインを使うことができる。フィッシュイアスレイブによって、コンクラーで、 リモートのセキュアシェルサービス上のファイルを管理することができるようになり、マンとインフォ、イアスレイブスはフォーマット通りのドキュメントを取得するのに役立つ。完全なリストは KDE 情報センターのプロトコルセクション内で得られる。最近では KHTML をベースに開発された WebKit が Apple の Safari に採用されるなど KDE 以外のブラウザとしても 活発に開発が行われている。一方、モジラの月光が KDE に移植され、コンクラーでも利用できるようになったほか、KDE のファイルマネージャードルフィンとの統合が進むなど、他のプロジェクトとの融合も進んでいる。KDE.org、KDE Zips、KDE Applications 19.04、3。KDE.org、2019年7月11日、閲覧。 ありがとうございます。